ダンスの魔法、紫テルさんの挑戦と感動、彼の T シャツと G パンのコーディネートは、彼が自らの表現したい情熱を存分に示したものだった。あの日、ステージの中央に一人のダンサーが立っていた。ジャケットを脱ぎ捨て、ただ T シャツ一枚で。その姿はまるで勇敢な挑戦者のようだった。そのダンサーこそが紫テルさんだ。彼のダンスはただ単にリズムを刻むだけではない。 それは魂の叫びであり、情熱の爆発だった。彼のダンスは妙演であり、セクシーであり、そして切なかった。その瞬間、会場中の観客は彼の魔法に引き込まれていく。彼が表現するのは単なる身体の動きではない。それは心の奥底から湧き上がる感情の嵐だった。彼のダンスはただのパフォーマンスではなく、かのないなる世界を覗かせる鏡でもあった。私もその瞬間に魅了された一人だ。 彼のダンスはまさに芸術の極みだった。その美しい体の曲線が空間を舞い、観客の心を打ち抜いていく。私はただ見とれてしまった。彼の情熱と才能がこぼれ出るその姿を目の当たりにすると、私も心から彼を称賛せずにはいられなかった。しかし、その美しい姿には裏に隠された苦労や努力もあるのだろうか。彼はただ見事なパフォーマンスを見せるだけではなく、 その背後には数々の挑戦と努力があるに違いない。その姿勢には私も深く感銘を受けた。そして彼がジャケットを脱いで T シャツ1枚でダンスを披露した理由も気になった。彼は何を伝えたかったのだろうか。それは単なるファッションの選択だけではない。もっと深いメッセージが込められているはずだ。そう、彼がジャケットを脱ぎ捨てたのはただの外見の変化ではない。 それは彼が自分の内なる世界を解放し、真の自己を表現したかったからだ。彼は制約や偽りに縛られることなく、自由に自分を表現したかったのだろう。そのダンスには、彼の内面に対する素直な表現が込められていた。彼がジャケットを脱いで T シャツ一枚でダンスを踊ることで、彼自身のありのままの姿を見せたかったのだろう。それは彼の勇気と決意の表れでもあった。そして、 最後の瞬間まで彼のダンスは魅力的だった。キラキラと輝く以上に身を包みながらも、彼の照れた笑顔が会場を温かく包んでいた。彼はただのダンサーではなく、心を込めて表現するアーティストだった。彼のダンスは私たちに多くのことを教えてくれる。それは自分自身を信じることの大切さや、挑戦する勇気の重要性だ。彼の姿勢からは、 ただ華やかなパフォーマンスだけでなく、真の情熱と魂の輝きが伝わってくる。紫テルさんのダンスはただのエンターテイメントではない。それは私たちに勇気と希望を与えてくれる。彼のダンスを見ていると、自分自身も何かに挑戦したくなる。その魔法に私も心を奪われてしまったのだろう。彼のダンスはただのパフォーマンスではない。それは心の共鳴であり、感動の連続だ。 彼の情熱と才能が紡ぎ出すその魔法は、私たちの心を永遠に魅了し続けるだろう。紫テルさんのダンスはまるで夜空に輝く星のようだ。彼の輝きは私たちの心を照らし、新たな夢と希望を与えてくれる。彼のダンスを見るたびに、私たちは自分自身を超える勇気を持つことができる。そして、彼のダンスから私たちは学ぶことが多い。それはただのエンターテイメントだけでなく、人生の哲学を教えてくれる。 彼のダンスはただの一瞬の感動ではなく、永遠に心に残る記憶となるだろう。最後に彼のダンスを見て私たちに問いかけたい。あなたは自分自身を信じ、夢に。